の制作でお送りしていますアッコのいい加減2000回スタジオにはスペシャルゲストとしてこの方々。日本放送では毎週土曜夕方5時からみむこじラジオでもおなじみサマーズ三村正和さん、そして小島瑠璃子さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあでも本当に今ね、はい、お話の続きで、はい、三村さんに、まあ、ジグザグメイロさんのメールに戻るんですけれど、うん、芸能界で、お嬢さんの旦那にこいつだったらなってもいいなというような人はいるんですかという質問で言うと、うん、身近な分想像もつかないって感じなんですね。うれしそうもないお笑い芸人とかはちょっと嫌かなって実力がちょっと分かっちゃうんで、あいつちょっと浅いぞとか。でも自分にもそんな時あったんでしょ。そうなんです。 それを、うん、あの嫁の奥さんはだね、お父さん方は許してくれたって思うと、うん、うん、そうかってなる。そうでしょ、あの結婚された時期というのはどれぐらいの時期だったんですか。ちょっとバカルディで一跳ねしてからちょっとやばいなっていう下がり調子だったので、余計の両親は不安だと思ったと思うんですよ。テレビ露出やってて、でも消してくれたんで、その条件も僕はないとしたら、今のところじゃあ誰でもウェルカムね。そうか、自分の機会で考えるとあんまり言えないと。そうですね、テレビとかラジオって下手なこと言ったら残るからね。そうですね、こう言ってましたよ。そうそうそうリスナーも覚えてるしね、はい、言ったことを完全にも残っちゃいましたね。残りました。で一方で夏のパンジーさんのメールにまた戻るんですが、うん、まあ、こじるりさんの結婚がね、まあ、大体28ぐらいという話がありましたが、うん、究極の選択の問題が来てましてね、はい、結婚相手としてどうしてもこの2人から選ばなきゃいけない、うん、サマーズの三村さんと大竹さん、はい、どちらを選びますか。早いな、悩めよ。大竹さんじゃないんだ。大竹さんです。私は
知らない方とかいろんな方に5年はもう浮上しないよって言われて、それが嘘でしょと思ってたら本当にどんどん仕事なくなってくるんですよ。うわ怖い怖い、何これこれってついちゃった、分かるんだよ、なんか落ちたなって周りの人も空気で分かったんです。その感じがちょっとどん底時代ですね。でも結婚その時期ですか？そうです、イベントがなかったんで。少しぐらい失礼な、怒られるよお前そんなこと言って。タイミングがぴったりだったんですよ、はい、で小島瑠璃子さんにも、でも小島瑠璃子さんはまだ逆に順風満帆に見えるから、うん、その挫折と言われたら何か思い浮かぶことありますかって質問。やっぱりそういうサマーズさんのバカルティ時代の話とか聞くと、挫折っていう言葉はもうちょっとあん、申し訳ないんですけど、自分の中で言うんだったら初めの3年間は仕事があまりなかったんですよね。月に1回働くか働かないかみたいな感じだったんですよ、はい、だからデビューさせてもらって3年は私このままだったら多分ご飯食べていけないから、バイトしたいけどバイトしちゃいけないって言われてるし、どうするんだろうって思ってて、そんな時代ないかと思ってた。私そんな、私なんか東京来てすぐ働かされたよ。君はクラブとかそういうところでは働かさないかなって堀さん言ってて、1ヶ月ぐらい土砂降りを、土砂降りの雨の中でヒットしたら、土砂降りばっかり40分のステージで4回歌ったら客が違う歌歌えとか言われて、スナックで、スナックっていうかあのキャバレーで、キャバレーで、キャバレー、あーキャバレーで、うん、あやっぱ時代ってあるんだね。へえ、いやだから私の話すると申し訳ないけど、私なんか違う部分でね、あのデビュー曲も売れなかったし結構あったんですけど、紅白ずっと出てると思われてその8年間落とされたって誰も信用しないかったよ最初。確かに最初って最近突然ある年からアッコさんを意味わかんないの私。紅白歌合戦何年か別に暴力雑談をほぼしたわけではないし、8年も出てない時ありました。そうだよ2000年代ですか。そうあ2000年1978年ぐらいからですね。あ紅白オタクだからか。70年代後半から80年代前半にかけて何の不祥事もなく、そう本当に暴れたこともなければなんかやったわけでもなく、表立ってないってだけですよね。いやいやいや、なんて言い方してんだお前。ああ、はい、チラリチ。いや、でもみんなね、いや、それぐらい人はみんなあるってことだよね。そうですよ。どう？何をボソボソ言ってんだよ。でマイクは拾ってんだからさ。竹原さん、しょうがないっす。最後、救わないですね。竹原さんがいてよかった。そろそろお二人とお別れの時間がもうあっという間に。なんか告知とかないの？大丈夫？やっぱりみみこしラジオの PR をね。あ、そうですね。はい、お願いします。告知とやって。はい、わかりました、はい、毎週土曜夕方5時からのみみこしラジオ、リスナーの方からのメールも受け付けてますし、何かですね、番組にやってほしいことがあったらメールしていただければ、もう柔軟にやっていきますので。企画も募集中。深田恭子の写真集だけで30分喋っちゃった。そういうこともあるんですよ。あ、そうなの？はい。なんで？深田恭子とか。いやそうですね、体がやらしくなってきたとか。それで30分ですよ、あっこさん。すごいな。何でも OK なんです、見心地ラジオ。しかもあの、ちょうどお子さんがお年頃なんで、うん、その写真集を家に持って帰らなかったんでしょ。そうです、車に置いとかないと、うん、あの中1の息子とかもいるんで刺激が強すぎる、うん、でもなんかほっとしたわ、いい加減せんかいってあんま変わんないわ。そんなね、みみこじラジオは夕方5時から土曜日やっておりますので、ぜひお聞きください。皆さんも機会があったら。ぜひ。